初代戦とアルドウィン伯爵、マイケル・エドワード・ヒックス・ビーチとするようになると、ヒックス・ビーチは、文庫解放を積極的に訴えることで、ロシア帝国主義の抑止を図った。1898年1月には、イギリス政府は、どのような犠牲を払っても、より端的に言えば、もし必要とあれば、戦争をしてでも文庫は閉鎖されてはならないと固く、決心していると演説した。 1902年に終結した第二次防和戦争は予想外に膨大な戦費が必要になり、これに対応すべくヒックスビーチは1902年6月に可決させた予算で所得税の増税、印紙税の導入、そして多少の額の輸入穀物関税の導入を行った。輸入穀物関税はパンの値上がりにつながるとして国民からの評判が悪く、 保守党内からも労働者病の違反につながると反対の声も上がっていたが、それに対してヒックスビーチは砂糖やタバコに課税する方が貧困者にとって重い負担であり、この程度の穀物関税ならパンの価格は高騰しないと反論していた。ソールズベリー公爵が1902年7月に首相職を辞して政界の第一線を退くとヒックスビーチもそれを機に、 政界の第一線から退き、財務大臣を辞した。その後、保守党政権は、ヒックス・ビーチの残した穀物関税をめぐって、植民地大臣、ジョゼフ・チェンバレンら関税改革派と、財務大臣、チャールズ・リッチーら自由貿易維持派に分裂していく。ヒックス・ビーチは退任後には自由貿易維持派として行動し、 デボンシャー公爵を総裁とした統一党無関税食料連盟の結成に携わった。1906年にセントアルドウィン爵に助せられて貴族院へ移籍。さらに1915年にはセントアルドウィン伯爵とケニントン爵に助せられた。1916年4月30日にロンドンで死去。78歳だった。国境界と地主の代弁者で徹底した。 保守主義者だった。口が悪く、辛辣で知られ、ブラックマイケルの異名を取った。1874年に、ルーシー・ホーテスキュと結婚し、彼女との間に以下の4個を設ける。ありがとうございます。